ひまちゃんの えらいことになってる。だんだん一体化してくる。すげえ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 。こんな感じ。うわ、すっげえ。飴みたいだ。飴みたいよ、本当に。うわ、きれい。ピカイチ。どうも、鈴木福です。ひまひまです。どうも、ピカノスケです。せーの、ピカイチ。お願いいたします。さあ、もう今日の企画は目の前にいろいろあるからね、はい、なんとなくわかると思うんですけれども、ひまちゃんの18番スライム企画です。今日はもう先輩 YouTuber として、若かりし頃のひまひま様はスライムいろいろ作ってきましたよ。我が妹の鈴木ゆめもめちゃくちゃスライム作ってたんです。でもその影響の元といいましたら、やっぱりひまひま様など、え、あの頃のやっぱりスライム四天王みたいなもんだと思うので、だからひまひま様の影響を、ちょっと待ってください、継承様になってる。ひまひま様の影響を受けた我が妹の影響により、僕も作るの手伝わされたりしてたので、うん、間接的に影響を受けてるので、なるほど、ひまひま様の一番使いチャンネルでも、さきちゃんと一緒にスクライムを作った、そのスキャンも僕もいなかった頃、ね、そうです、すっごい前、はい、じゃあちょっとひまひま様スライム四天王がね、何それ、スライム四天王の一人が今日は福くんに手ほどきをしながら作り方をちょっと教えてあげてください。そうです、お願いします。お願いします。じゃあ今日は巨大スイカスライムです。おあら、何かこれは分かんないですけど、滑りました。いや、滑るも何もないです。そうですよね、はい、スライム企画に笑いはいらないです。ありがとうございます。はい、じゃあ作っていきたいんだけれども、はい、ひまちゃんからちょっと材料の方を教えてください。はい、まず洗濯のり、今日は多めなので4本ありますね。あと、放射、これはこういう粉なんですよ、もともと水で溶かして、うん、本当にほんのちょっと入れて水感ぐらいです。へー、ひまちゃん、放射って何ですか？これはスライムを固める液というか、まあもともと掃除に使われたりもするんです。それをスライムに使ってる。はい、なるほど。ひまひまのこだわりポイント1なんですけど、うん、水を多めにしてすっごく薄くします。そうするとどうなるんですか？はい、失敗がしづらくなります。固くなりすぎる心配がない。失敗がしづらくなる。そうです、言い回し面白いです。そして、はい、これは水ですか？ただの水。ただの水。こちらがスイカスライムのスイカの種です。種、ビーズ。スイカバーだと一番美味しいと。そうですね、チョコのとこかな。はい、これ何？食べれない食紅です。あ、食紅ですか？これ食べれるよ、食は美味しきそうだ。あ、食べれます。食べれます。なんか盛り下がりましたね。なんだか、あの色ですね。これで赤く色をつける。はい、そうです。はい、もう赤と黒があればスイカじゃないですか。そりゃそうだ。混ぜる入れ物ですね。 あと混ぜるものです。あの太鼓の達人。滑りました。やめてください。あの、鈴木福さん、スライム企画には笑いはいらないんです。すいません。やめよう、あの滑るとか滑らないとかやめよう。コクだから。なるほど、洗面器と棒。はい、これで、あと取っておきが1個があるんです。なんと、じゃじゃん。あ、これだ。これがないと。スイカですよね。スイカ、リアルなサイズで、開けたらドローって感じ。あ、スライムがね、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。なので今日は柔らかめのスライムを作りましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずは消毒をしましょう。うん、ありがとうございます。ストップって言ってください。そんなシステムでしたっけ、消毒って。って言われなかった。おー、いっぱい消毒ね、吸い込ましてやってまいりましょう。はい、ではまず洗濯のりを入れます。はい、あー、ごめんなさい。大丈夫です。大丈夫、すいません。じゃあ全部入れます。洗濯のりって見かけます最近。でも本当にスライムがめっちゃ流行ってた頃あるじゃないですか。本当に売ってないの。ダイソーとかにも本当は売ってないけど。セリアとかね。そうそう、はいはいはい、そうなんですよ、そうなんですよ。なんだっけ、本当に売ってないから、ネットで20本ぐらい買ったりとか、ね、するんですよ。子供たちがみんな買うんだ。そうそうそう、うわ、すげえ人気です。この時点でやっぱスライム感がありますね。早くないですか。これに手入れたらベトベトです。ベトベト、本当にもうドロッドロです。ドロッドロ。はい、でどんぐらい入れますか。じゃあ鈴木福さんが決めてください。じゃあ全部入れます。え、全部どれぐらいやっていいのかにもよるんですけど、もうスイカから溢れるかもね。ですね、うん、いいかもしれない。じゃあ半分ぐらい入れますか。はい、わかんない、どれぐらい入れるんだろう。でもそんな水入れないか。じゃあ全部入れちゃいますか。じゃあ全部入れます。いいね、でも勢いがあっていいよ。はい、じゃあ海苔の次は、はい、次は水を入れます。水はずーっとぐらいです。ずーず、はい、そんぐらいです。感覚だな。じゃあお手本を、うん、
ぐらいです。一覧の時も思ったんだけど、入れ方独特なんだよ。あ、マジで。はい。オッケー。ずーってできました。そしたら、一回混ぜます。はい。おお。おお。今日はスライムいっぱい作りましたけど、これで作ったことないです。これで作ってる人あんまいないと思う。そうですね。そうなの？大きいから。あ、そういうこと。もういつも手でもうガンガンガン。あ、手で混ぜるんだ。なんか固くなってきたら手ですね。へー。したらここで色もう入れちゃいますか。あ、ここで色なんですね。粉だから固まる前に入れちゃった方がいいと思うんですよ。あー、さすがプロ。固まってから色入れてもいいんじゃないですか。あ、いいと思います。別にどっちでもいいんですね。はい、多分こっちの方が混ぜやすいんですよ。はい、どうぞ。あ、なるほど。 ありがとうございます。どんぐらいですかね。それ、そっか、粉なの。そうなんですよ、粉なんですよ。もう真っ赤っかにするか、クリアな、まあ、クリアですか。まあ、とりあえずやってみりゃいいよ。とりあえずやってみますか。余裕余裕。あ、ほんとだ。食紅であんま作ったことないんですよ。え、何で色つけるんですか。絵の具が多いです、やっぱ。でも絵の具だと透明感が出ないんですよ。だからインクがありますよ。インク100均にインクが売ってるんですよね。え、スライム専用の。いや、違います。何のインクかわかんないんですけど。あ、とにかくインクが売ってる。そうなんですよ。なんでインクをくっつけてると、うん、なんかこの食紅でつけたみたいな色になるんですよ。ああ、なるほどね。はい、あのめっちゃ笑ってます。え、こんなめっちゃ笑ってる。え、わかんない。なんとなく入れてみた。食紅多めに入れてめっちゃ笑ってる。こんな食紅入れてる人初めて。いや、もう人が食紅入れるのにこんなにウケる。ちょっとお裾分けしてもらっていいですか。いや、そんなんある。多分それは、それ全部大丈夫。お裾分けできる、それ。あ、いけたいけたいけた。ありがとうございます。いい感じじゃない。まあでも綺麗よ。どうひばちゃん、ちょっと食紅でウケすぎじゃない。あ、でも福くんの色綺麗じゃん。それぐらいですかね、やっぱり。うん、こっからね、だんだんね、もうちょっとね、赤みが増してね、ちょっとこのオレンジっぽい感じじゃなくなるんだよ。ああ、もうちょいね、溶けてきたら、多分。生で見るのと、画像で見るのとちょっと色違うね。本当だ、画像で見るとオレンジだ。オレンジっぽい。でもこれ、本当はもっとね、赤だよね。赤ですね。でもさ、スイカってさ、ピカノスケの体の色ぐらいの表現でよくない？こんぐらい赤くない、スイカって。うん、あ、まあそんなもんじゃん。うん、もうちょい透明感があるみたいな感じだよね。誰がくすんどんじゃん。まあ、くすんでるとかじゃないけど。そうくすんでるとかじゃん。みずみずしいってこと。あ、ありがとう。いや、みずみずしくはないよ。スイカがもっとみずみずしい。あ、スイカがみずみずしい。恥ずかしい。間違えて俺言っちゃったよ。あ、いい。でも、二人とも、あ、同じぐらいの色になりました。ふくん、やっぱ赤いですね。やっぱあれぐらい必要なの。もうちょい入れてみちゃえば。そうですね。あ、じゃあちょっと入れてもらっていいですか。はいはい。あ、いいくらいですね。ありがとうございます。こんなもんですかね。あ、こぼした。こぼして泣いとる。泣いてる。次からパリパリになってんだ。いや、洗濯されたパリパリになるんですよ、これ。洗濯したらパリパリになっちゃう。でも、ピバ先生、気をつけないとダメですね。そうなんですよ。スライム作ってる今、食紅をさ、どうしてもさ、早くさ、溶かしたくてさ、ピュピュってやってみたらさ、うん、ダメだった。ダメだって。ああ、ごめんなさい。でも、スライムの動画、うん、半分ぐらいみんな事故発生みたいなこと書いてます。あ、そう。やっぱなんすかね。それぐらい事故発生しますから。ごめんなさい。そんなに落ち込まなくて大丈夫ですよ。全然大丈夫です。もう、落ち込んでました。次の工程は何になるんですか。次はもう放射を入れて固める作業。あ、固めていく。ひま、はい、先生、これどれぐらい混ぜるんですか。水と洗濯のりが混ざっていればもういいと思います。あ、オッケーなんですね。であともう、あ、いい感じだと思いますよ。いい感じじゃないですか。いいんじゃん、いいんじゃん。オッケー、よしよし。はい、そしたら放射を入れていきます。はい、放射を慎重に入れてください。運命の分かれ道で。あ、そうなんですか。スイカジュースみたいじゃないですか。スイカ何？ジュース。ちょっとね、オレンジ味があるんだよね、やっぱ。やっぱこういうやつなんですよ。うん、もうちょっと入れてみたら。食紅？でもあれじゃないですか、この食紅自体が多分オレンジっぽいというか、多分オレンジを基調にして作られてるんじゃないですか。それならオレンジって書く。え、もうちょっと入れてもいい？いいと思います。入れたい。あ、いいよ。ちょっと目つぶって入れてみた方がいいんじゃないですか。いや、本当に言ったね。はい、いや、絶対目つぶっているからね。ちょっと待って、大丈夫かな。出てる？出てます、出てます。これでいい？全然出てないじゃん。なんか青春だな。すごくいいな。楽しい。
雷の共に。ちょっと入れてください。いや、いい。もういいですか？これ全部やっちゃう。そしたら意味ない。やはははじゃない。池の目中市長みたいな笑いが出てる。目つぶんないでいいんです。劇的には変わんないけど。でもこれ潰したら変わるんじゃないですか？いや、でもいいんじゃん。まあまあもんですよ、スイカは、うん。スイカちょっとオレンジっぽいじゃないですか。え、そうだっけ？そんなこともない気がする。スイカオレンジ？でも赤に近づいた方がいいはいいからね。こぼした？セーフです。まだ机です。いやいや、机にありますからアウトはアウトですよ。ごめんなさい。やっぱ事故るんですね。事故ります、うん。ひまひまさんでも事故るってことはやっぱしょうがないですよ。しょうがないですよ。しょうがないです。あ、でも画面通したらめっちゃスイカっぽいよ。あ、本当だ。いい感じですね。いいじゃん。やっぱさ、赤多くてもいいのかもしれない。よかったよかった。皆さんもぜひ目をつぶって。そういうことじゃないでしょうね。ああ、そうやって潰すんだ、やっぱね。全然さっきよりスイカっぽい。うん、スイカっぽい。スイカっぽいですね。ちょっとひまさんも、じゃあ、放射入れてもらえます？見たいですよ、この運命の分かれ道。じゃあ入れますね。はい。これ入れすぎちゃダメなんですよ。なるほど。でも、すっごい薄めにしてるので、大丈夫なはずなんです。万が一いっぱい入れても。では、はい、入れさせていただきます。お願いいたします。よし、これぐらいじゃないですか。ほら！え、そんな、すげえ。すぐ？始まった。本当だ。始まったぞ。そんな感じです。混ぜて、ほら。でもちょっとね、固まらないなって思っても少し混ぜてみて。うまっ。こんな感じです。こういうものなのか。面白い。こんな感じです。すごい。放射ってすごい。すいません、今まで放射のこと舐めてました。舐めてもらっちゃ困る。なんか、なんかやったか。おいおいおい。俺よりやらかしてね。ひまちゃん、いや割とやらかしてるね。大丈夫？ひまちゃんこぼした？ちじゃなくてこぼしました。はい。そんな。ありがとうございます。すいません。とんでもない。じゃあちょっと福くん、はい、こぼしたらいいですか？ちょっと待ってください。いやこだわるな。色問題ね。これ手でいっていいですか？いいよいいよ。うわうわ楽しそう。うわ。見て。うわ、もうできてんじゃん。手を入れていい人と入れちゃダメな人がいるじゃないですか。なんで？そうなの？なんか、いや、入れちゃダメな人はいないんですけど入れるのが嫌な人。あ、嫌な人ね。あ、びっくりした。あ、そういうことね。そうか、でも中にはね、嫌な人もいるか、ね、そう、だから。でも全然 OK な人なんであれなんですけど。画像通すとめっちゃ楽しいね。うわ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 。じゃあ僕も行くね。はい。よし、失礼します。はい、どうぞ。あ、いいと思います。思いっきりいいね。お、お、来てる来てる。うわ、本当に。あ、ダマになってますね。多分中心をグググって混ぜる感じです。中心をグググって混ぜる感じ？こんな感じですか？力強く。そんな感じです。見てます。見ました見ました。一回ちらっと見ましたよ。見てなかったよね。見ました見ました。見てなかった。今のは本当に見てなかった。見ました。ああ、来てる来てるぞ。ああ、来てます。繊維というか、はい、真ん中に固まってくるんですよ、だんだん。あ、なるほど。この一部だけ固まって、あとは液なんですよ。だからそういうのをなじませていくんです。なるほどなるほど、なじませていってるんだ。そうすれば、うん、いい感じになります。いい感じだよ。うわ、めっちゃいい。おお、手がいいって思ったら手でいっていいと思います。それは何、手でいけと俺俺はあのどちらかというとそんなにいい方じゃない方の人だから。ああ、なるほど。いやなんだけど、そう、もうちょっと固まってきたらがいいかな。液の状態でさ手入れるとさ、うん、ちょっと嫌じゃない。まあわかりますよ。そしたら固まってないところに入れちゃいます。あ、そういうもんですか。部分部分こうやってやるんですよ、いつも。頭洗うみたいに。はい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 、プロですね。うわ、面白い。そうすると、お、上手ね。うわうわ、いっちゃった。いいね。いつもこれを一人じゃないですか、うん、はいはい、べっちゃべちゃになりながらいろんなことやるんですよ、うん、はい、というの、ちょっと僕は放射をこのままもう掴んでガーって言っちゃうわ。あ、来た。お、福くんも行った。これを、すげえ。でも一部だけこんな感じで硬いんですよ。これを、ほんとだ、面白い。うん、打てるんですよ。うわー、楽しい。ちょっと汚いんですけど、絵面が。うわ、めっ
っちゃすごいね、これどの程度やるんですか、このぐちゃぐちゃの作業。これは本当に自分が、あ、いいなって感覚までなんですけど、なるほど、中心が綺麗になってきたというか。それは何ですか、透明度ってことですか。ダマがないというか、繊維がなくなるというか、はいはいはい、ちょっと柔らかくなってきて、うん、あ、もうちょいでもいるかなって時にやりますね、うん、もうちょいいるかなって時に。なるほどね、わかんないやってる人間でもわかんない。わかんない、あれなんですよ、こうなんか引いた時に糸みたいなのがあ る,、ね、あるんですよ、ほら、こういうの、あるあるある、そういうのなんですよ。あ、あるあるある、すみません、すっごい汚くなっちゃった。俺より予防してんじゃん。プロですよね、あなた。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。でも汚さずやるとは言ってないもんね。まあね。うわー、すげえ面白い。あらららららら、ら、これは子供さんは楽しいぞ。ひばちゃんの えらいことになってる。だんだん一体化してる。すげえ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 。え、本当になんか布みたいですね、あの、こっから見てると。そうですね。うん。うわ、これ日本の伝統工芸なんだ。棒使ってたらさらにそう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 。こうやって。こぼした。こぼした。あ。あって言ってんもん、もう。よしよし。うわ、すげえすげえすげえ。だんだん一体化してきました。一体化して、うわ、面白っ。え、すげえ。さすがプロ。あ。うわ、面白い面白い。あ、うわわわわわ。ふくくんのもでもだんだん形が、色もさ、いい感じじゃない。 色めっちゃいいですね。あー、これ筋トレになるわ。今日このおかげで握力強くなりました。マジ。はい、ちょっと俺今右手だけだから左手もいこうかな。いやね、筋トレになるの、これ。これ結構筋トレになるよ。そんなに握力使うの。ちょっとフォーシェ入れてもらってもいいですか。はい。この係のために左手は必要だ。おー、素晴らしい。結構入れていてもらって、ありがとうございます。欠けてんの、ね、俺今いい感じじゃない。めっちゃいい、いい感じです、いい感じです。でもこれ多分スライムをよく作ってる方ならわかるかもしれないんですけど、うん、はい、取り方があるんですよ。すごい柔らかいスライムでも、うん、こうやってやったら、うん、あるじゃないですか、うん、ある、こうやってやって、へぇ、ぐちゃぐちゃってやるんだ。取るんですよ、そうなんです。なるほど。子供の頃スライムで遊んでたんだけど、こうやってできてたんだ。これで、うん、こうだんだんできてきたら、後ろこう引っ張るんですよ、うん、でこのやっぱり繊維みたいな、髪の毛じゃないんですけど、はい、みたいな感覚の、その引っ張ってる感覚のやつがあって、はい、それをなくすためにこう引っ張るんです。はい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 、そうすると繊維をね、シュワシュワって言ってるのがなくなってくるんですよ。空気が抜けるってこと。そうなんです。すげえ、面白い。ちょっとこれ俺いけてるぞ。よし、左手もいっちゃうぞ。いっちゃう。ウェイ。うん。おお。見てください、この机の汚し方の違いが。あ、本当だ。綺麗ですね。ひまちゃんの方きったね。うわ、すげえ、ふくくんのもなってきた。飴みたいだ。飴みたいよ、本当に。うわ、綺麗。出していいですか。うん、見たい。出したの見たい。え、すげえ。それやるの。うわ、すげえ。でっけえ明太子取れた。なんだこれ。え、こんなんだもんだ。で、こんな感じです。うわ、すげえ。多分ちょうどいい硬さだと思います。楽しい。はい、これはもう出来上がりましたか。もうちょっと放射入れていいですか。そうですね、入れたいですね。ここから、ちょっと僕も入れてもらっていいですか、ちょっと。ありがとうございます。そうなってこう、おおおおおひまちゃん、これまだ板じゃねえんだ。大丈夫、こっからなんとかなります。なんとかなる。わわわ、すげえ、ふくくんも飴だ。飴屋さんになってる。確かに飴屋さんだ。うわわわ、うわ、面白い。めっちゃ筋トレになるわ。すぐ筋トレになっていく。うわ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 、暴れてる。わ、暴れてる暴れてる。ひまさん、この後どうなるんですか。じゃあビーズを入れていきますか。ビーズ入れる。種になるところを。なるほど、ビーズ投入。はい、どれぐらいだろう。
本当だ、ちょっとこれ入れるとスイカっぽいな。ちょっとこのまま行かせていただきます。あ、はい。うわ、いいね。マルゲリータみたいな。ピザみたいにやってる。わあ、すごいすごいすごい。それでついちゃった。ASMR でよくこのパチパチ音が好きって言ってる方がいて、こうやってやるじゃないですか。で、こうやってやって、こうやってやるんですよ。そうすると、あ、パチパチ音になってやる。うちの妹がやってたわ、それ。これをよく ASMR でやってる方がいて。そっか。我が妹はやっていた。うん。あ、え？担当もできる。楽しいんですよ。パーって広げて、パーってやって、うわ、面白っ。ピカイチ入れてくれ。これ絶対収まらないですよね、やっぱり。やっぱ量多いんじゃないかよ。じゃあ入れよう。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ私はこっちに入れます。はい、ほんで、後ほど合体だ。そうですね、うん、楽しい。入れます。うん、あ、よいしょ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 。はいはい、お、あ、お、よっしょよっ、あ、よっうまくない今の。神業ですね。あ、でも意外と2つでぴったりですよ。2つでぴったり。しょ。よいしょ。おいおい。おお、ひまちゃんこぼしたの。そんなことより。バレた？バレたよ。後で拭きます。よっ。あ、ぴったりじゃないですか。マジでぴったりなんだけど。水少なめにしたからじゃない？綺麗に入ったね、ひまちゃんの方。いい感じです。よし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 。あらもうやだダメだ。手伝ってあげてくれ、ひまちゃん。助けて。先生お願いします。先生。おお、入っていく入っていく。入れていいですか。うん、お願いします。お、ヘルプが入りました。ピカイチ。はい、完成。すごい。スイカっぽい。スイカっぽいよ。じゃあくっつけますか。頑張れ。いけるかな。うん、気合いだ。はい、せーの。はい、はいはいはい、はい、できた。できたできた。はい、きたきた。はい、きた。じゃあいきましょう。イエーイ。終わりますか。よいしょ。じゃあいきます。うん、はい。くっついた。お見事。下に溜まってる。うわ、スイカっぽい。うわ、ほ、なるんだね、こうやって。大成功じゃないですか。大成功。どうでした、お二人。楽しかったです。うるせえ。トーンが暗すぎるだろ。今までで一番低いトーンでしたよね。低いトーンでしたよ。楽しかったんだけど、うん、場所と格好を考えてやった方がいいなって思った。教訓が生まれました、はい、そうですね、うん、素晴らしい。でも大成功です。ありがとうございました。皆さんは呼ばれてもいい場所でやりましょう。バイバイ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。雷やば。雷やば。さっき気づいた、光ったんだよ。え、マジ、うん、え、雨降ってるんですかこれ。降ってるっしょ、これだと。傘持ってねえ。いや、でもね、多分ね、やむ、これ、おい、使えねえよ、こんなとこ。こんな天気の話。世間話も世間話よ。おまけかな。おまけだな。チャーチャーチャッチャララ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